はい、ではね、最後にですね、この後ろから来る際に一番ね、ボレーをやりやすいっていうのが、まあ、簡単に正直言うと、後ろから前に来る際に、まあ、先ほどね、相手が打つときにスピードステップして前に、ね、取りましょうって言いましたけど、やはりネットに近いほど打ちやすいですね。と、もうサービスラインより後ろで打たされるんだったら足元とかなんで難しいんですよ。だからもしね、こうサーブからの前に出るとかね、あとレシーブで前に出るとかの時に何を意識するか、まあ、アプローチもそうなんですよ。できるだけ、ね、この前に詰めたいんですよ、1回。じゃあどうしたらいいのかっていうと、例えばサービスだとちょっとトスを前にして、もう前にね、出ていくような形でサービスのボレーをする。1回やってみますね。来ました。この時もちょっと前にして打った勢いで前に行くとだいぶ、ね、時間取れますので、こうパラッと前に出る。で、こうやって前に出るとかなりね、いけますよね。だからサービスのボレーするんだったら、普段のサービスプラスダッシュじゃなくて、サーブを打った勢いで前に行くっていう風にね、ちょっと考え方を変えてほしいんですよね。で、しかも早くやるってもいいです。早いサーブだと早く返ってくるんで、あんま前に行けないんですよ。だったらちょっとね、ゆっくりでもいいからね、前に出やすい自分の打ち方をやっていく。ただスピンサーブの滞空時間長いのが有効ですからね、ああいうのを使って前に出る人というのは時間を作れる。別にゆっくりでもね、例えばちょっとスライスかけてバウンドしないサーブとかにすると叩き込まれないから、ね、次のファーストボレーしやすいとかもありますしね。そういう工夫をしてサービスのボレーをすると、普段のサービスプラスダッシュじゃないんです。前に一番出やすいためのサービスっていう発想、そこには速度や、ね、回転なども工夫しないといけない。そして何より前に出やすい、やっぱトスある程度前にしないと出づらいですし、打った勢いでそのまま足がポーンって前に出ないともいけない。だからそういうことを考えながら、ね、サーブからのボレーをしてもらうのもいいですね。だからレシーブもそうですよね。レシーブをできるだけ前に行きたいんで、例えばレシーブの立ち位置、ベースラインよりもうちょっと内側に立つ、ちょっといいです。その時に僕からパーンってそのまま前に出てボレー、まあ、これもですね、こんだけ前だと、ね、すぐに出れますよね。じゃあ、ファーストだとね、ああやって前で構えるのは難しいから、相手のセカンドだと前で入れる場合は、ああいう立ち位置にすることね。すごいファーストサーブってくるのがあんなところにいたら返せないので、ね、相手のセカンドの時だけね、ああやって出ていく。そういうようにしてね、工夫する。打ち方も、普段のこういう打ち方だとね、ストロークみたいに打つと、遅れちゃうので、ストローク&ダッシュはダメなんです。レシーブダッシュなので、レシーブ打った流れで前に行きたいので、ね、そのためには、例えばこの、ね、スライスの持ち方でスライスを打って前に出るっていうのも一つの手段ですよね。あとはライジングでパパーンって打って出る。で、何のためにライジングするかというと、やっぱり前に詰めやすいためなんですね。速くなくてもいいですし、人によってはロブで、ね、滞空時間作って前に行くっていうのも方法ですしね。まあ、いくらでもね、自分のやりやすい方法を見つけてもらいたいんですけど、大事なのはやはり助走をつけてひねって、で質の高いボレーを打つためにはどういう、ね、出方がいいのかっていうのを考えると、ね、効果的です。で、あとはアプローチもそうですね。もう全く一緒ですね。どのタイムのストロークなんで、相手のボールがやはり浅くなった時に出るといいですね。すごいベースラインの後ろからアプローチすると距離が長いんで、やはり前に詰めれない。だからもうストロークの時も、深かったら、もうこうやって、こんなんで前に出たら距離が長くて出れないですね。だそうじゃなくて、相手ボールが浅くなった時に、出ると、一挙にここまで取れますよね。なので、発想はそういう発想で、ね、選別して前に来てください。それだけでね、かなりいろんなことが、考え方が変わってくる。でそこでもうファーストボレーさえ決まったら、あとはもうそれを繰り返しですからね。あとはもうそれで相手を追い込んでいく。で、もう相手が浮いてきたら詰めて決めてもいいですし、全員に決めてもらってもいいですし、相手を追い込んでもいいですし、いろんなことができますのでね、
そういう発想で後ろからどうするのかっていうのをね、自分なりのね、方法を探していってください。